きます。じゃあ純平くんのいいところ山手線ゲーム、イエーイ、いきます。せーの、面白い、優しい、言うこと聞いてくれる、スタイルがいい、金が似合う、妖精が似合う、完璧、え、あ、はい、はい、アウト、何何何、完璧じゃないです、完璧やん、それはね、今出たの聞いてみ、あの女子ってよく面白くて身長高くてあの優しい人が好き、全部出てる全部出てる、一瞬目でめちゃめちゃ完璧やん、いや、いいやつだったの、顔が完璧じゃないから、かっこいいとかあんじゃん、普通、わぁ、なんか言ってた、完璧じゃない、アウトです、あ、あ、もう、あ、今だよ、重っ、俺の負けだけあ、いや次、じゃあもう順平は決める権利ない、確かに、わかりました、一人ではないってこと、うん、じゃあ次4人で何個またやって、でもワンチャン一人もあるよ、あ、そっか、それが一番平和じゃない、確かに、ね、そうね、順平一人で違うよそれはルールちゃんとしようよ、それは俺はもう誰かとねんのね、まだあるチェはい、ということで次一人を決めてよ、まずそうだよね、ここで決めない、じゃあじゃんけんでいいかゲームとか言えない勝った一人せーの、最初はグーじゃんけんぽい、うわー、最初はグーじゃんけんぽい、イエーイじゃあ、あや、あやどうする、どこで一人、どこで一人取る、あやはでもすぐ焼肉食べれる方が、うん、そうだね、から準備をしなきゃいけない、確かに、一番こっちで、端で、端、決まり、あやのとこ、一番端あやね、じゃあ、純平と寝たい人ゲームしようか、どんな、俺と寝たい人、動画的とかもいいから、プライベート的な意味で、普通にいるわけねえだろ、おい怖っ、うめえ、本気だったから、そんなにやめてよ、コラボ相手にその目すんの初めてされた、そんな本当の顔、じゃあ俺のこと一番知ってる人が俺と寝れるっていう、あー、だから俺がクイズ出すわ、あー、俺のクイズ、だからでもさ、それさ、知らないふりって聞いて、あ、じゃあ知らないふりなしでしょ、ガチでやる、ガチで、ガチでやる、あ、てか一番知らなかった人が俺と寝よう、そしたら、あー、絶対もうガチでやんなきゃいけないよ、そうで、横に寝て俺のこと知ってもらわないといけないので、いきます、じゃあ第1問、僕の靴のサイズは何センチでしょう、うわー、回答権1回、1回、同時に言うか、あ、OK、 せーの、 28.5、 うわ、わかった、え、な、なん、 7.5、 8.5、 正解は28です、うえー、ポイントが低い人は飲む、あ、そういうこと、飲むじゃん、飲む、飲み、ポイント低い人は、1が1ね、1、ポイント、オッケー、いきます、しゃ、次の問題、はい、じゃあ、あやからちょっとなんか出して、何も知らない、こんだけ一緒にいて、何も知らない、あ、じゃあこれはもしかしたら知ってるかもしれないけど、俺の血液型、姉ちゃんだけ知ってるかもな、よく、あの、輸血しようかっていう話してるから、どんな会話だよ、そうなの、あ、じゃあ、あ、じゃあ、OK、分かった、あ、でも、あれ、あれ、さ、そう、それヒントになっちゃってるの、ヒントじゃないよ、俺適当に言ったら、ボケで言ったよ、今ボケで言ったよ、はい、あ、嘘、今ボケで普通に言っただけで、姉ちゃんの血液型一緒かは俺分かんないの上で、はい、いきます、せーの、おー、え、なの、え、なん、なんですか、 A、 O、 O、 B、 誰も分かんない、何今の質問、あ、めいちゃんが O なんだ、あ、なるほどね、全員 O だから、いい、そうなんだ、なるほど、じゃあ次の問題、はい、僕は何階に住んでるでしょう、せーの、1階、1、4、2、2です、イエーイ、やばいよ、やばい、やばい、やばいじゃん、110、あ、じゃあもうラストにしちゃう、やばいよ、ラストでまた並んだらもう一問、うん、OKOK、 俺が中学生の頃入ってた部活、みんな知らない、あ、え、待って、2つで迷うわ、イメージない、でも、はいはい、多分 OK、 あ、はい、分かった、部活ね、分かった、 OK、 いっせーので、陸上、サッカー、陸上、陸上、サッカー、サッカーです、だから1ポイント、2ポイント、1ポイント、だから2人のサドンデスです、やったまあ、でも一回もお姉ちゃんでしょ、一番知ってくれてるし、なんでだよ、いや、いや、それは、それは話し合って、それはもう、それは嫌だよ、それはだって負けてるから嫌だとか言わない、ラスト1やって、そんなより嫌だよ、ラスト1問、ラスト1問、やる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 、サドンデスね、はい、ベアちゃんは何歳でしょう、いきます、せーの、3歳、じゃあ、あやから答え聞く、お母さんから聞こうと思います、答えを発表します、はい、答えは
ことはうち2ポイント2ポイントレアちゃんが僕と一夜を共にできるということですね。一夜おめでとうございます。はい、やっと決まりました。じゃあ、レアちゃん、その位置どうする？位置そっちの端っこ。どっちだから端っこ。あ、ここね。そうで、俺がここね。そう、だからで、ここは、あ、じゃあ、こっち側どうする？確かに隣の、あれがあるけど、それは不平等かも。いや、ダメだよ。ジュンペイ君を端っこにしよう。ダメそしたら、ここ2人でしよう。もうやめよ、もう俺を取り合って喧嘩するよ。バイキンみたいな扱い。本当にお前は、いや、目かわいそうだから、ちょっと適当に。かわいそうとか言うの？